ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールドは無料の TF-51D マスタングをゲームパッドで飛ばしてみた編です。本当は安くてもフライトスティックを使った方が全然楽なんですが、とりあえず無料でこのゲームを始めたけれど続けられるか不安なので、家にあるゲームパッドでどのくらいできるかを試してみたい方向けに動画を作ってみました。 Amazon で購入した2000円ほどの安いゲームパッドを使用しています。 PC ゲームのダウンロードサイト Steam からDCS ワールドをインストールした後の説明になります。まず画面左上の歯車のオプションをクリックします。この画面が表示されたら次にコントロールをクリックします。ジェネラルと表示されているところが飛行機制御モードです。ここをクリックして TF-51D リアルを選択します。ゲームパッドだと押せるボタンが少ないので、特定のボタンを押しながら別のボタンを押す同時押しキーの設定を行うことにより、より多くの機能を割り当てることができます。同時押しの設定は画面左下のモディファイアボタンをクリックします。左に表示されているモディファイアは設定したキーを押している間だけ同時押しが有効になります。右のスイッチは設定したキーを押すことで同時押しのモードのオンオフが切り替わります。同時押しのモディファイアのアドを押してボタンの追加を行います。デバイスネームに設定したいデバイス、この場合だとゲームパッドを選択します。左スティックボタンを追加します。モディファイアの欄に追加したボタンが一番上に表示されます。同様に右スティックも追加していきたいと思います。飛行機を操縦するにはこのアクシスアサインを使って軸の割り当てを行います。軸を設定する前に飛行機の3軸について説明します。飛行中に3次元の動きをする飛行機には3つの操作が必要になります。まずピッチングは操縦桿を上下に操作することにより尾翼にあるエレベーターが働き、機首が上か下かを向きます。ローリングは操縦桿を左右に操作することにより主翼にあるエルロンが働き、機体が左右に傾きます。ヨーイングは足元にあるフットバーを左右に押し込むことにより垂直尾翼にあるラダーが働き、機首が左右に向きます。割り当てるボタンはあくまでも設定例なのでお好みに合わせてボタンは変更してください。ピッチをクリックしてピッチングを設定します。アサイメントパネルが表示されたら左スティックの上下どちらかを押します。次にロールの設定は左スティックの左右どちらかを押すことにより設定されます。最後にラダーの設定は L2、R2 ボタンのどちらかを押すことにより設定されます。これで三軸の設定は完了しましたので、ゲームパッドを操作して画面上のスライダーにより設定の確認ができます。次に視点の操作です。縦方向はアブソリュートカメラバーティカルビューをクリックします。右スティックの上下どちらかを押します。横方向はアブソリュートカメラホリゾンタルビューをクリックします。右スティックの左右どちらかを押します。指先のスティック操作は思った以上に反応が大きくなり、このように激しく機体が揺れます。その場合はアクシスチューンボタンを押して軸の設定を行います。指先の微妙な揺れで機体が反応してしまうと不安定な動きになるため、多少の動きに余裕を持たせてゲーム上では感知されないデッドゾーンを設定します。値は5から10ぐらいがいいと思います。次に応答曲線を設定します。デッドゾーンの近くに浅いカーブがあるのが一般的な設定で、微調整操作の精度を高めます。値は30ぐらいにして、よければ OK ボタンを押します。
ロールも同様にデッドゾーンと応答曲線の設定を行います。最後にラダーの設定ですが、右と左の操作が逆になっていて操作しづらいので反転ラジオボタンを押してデバイスの軸の入れ替えをします。その後デッドゾーンと応答曲線の設定が終わると三軸の調整が完了になります。 TF-51D は練習機なので機銃や爆弾の操作がないので設定することも少ないのですが、使用機能だけゲームパッドのボタンに割り当てたいと思います。まずはスロットルの設定です。スロットルアップのゲームパッドの位置をクリックしてアサイメントパネルを表示させてゲームパッドの Y ボタンを押します。同様にスロットルダウンは B ボタンに設定します。次にエンジン RPM の増加が同時押しボタンを使い左スティックボタンと Y ボタンを同時に押します。逆にエンジン RPM の減少が左スティックボタンと B ボタンの同時押しに設定します。飛行機の姿勢を安定させるためのトリムの設定を行います。これはかなり頻繁に使うので方向キーに設定します。機首を上げるエレベータートリムアップは方向キー上を押します。逆に機首を下げるトリムエレベーターダウンは方向キー下を押します。翼の傾きを制御するのがエルロントリムです。翼を左に傾けるトリムエルロンレフトは方向キー左に設定します。逆に翼を右に傾けるトリムエルロンライトは方向キー右に設定しています。あとはよく使いそうな機能としてフラップのアップダウン、また着陸の際の主脚の上げ下げを行うランディングギアの設定を同時押しの方向キー下に設定しています。それでは TF-51 をゲームパッドで飛ばしてみたいと思います。右スティックを使って視点の移動を行います。手を離すと正面に戻ってしまうので長く表示しておきたいときにはキーボードを使って視点の移動を行った方がいいです。機体を安定させるため方向キーを使ってトリムの設定を行っています。B ボタンを押してスロットルダウンをしています。今度は Y ボタンを押してスロットルアップを行います。次に左スティックと B ボタンの同時押しでエンジン RPM を下げます。左スティックと Y ボタンの同時押しでエンジン RPM を上げます。右スティックと方向キー下を押してランディングギアを下ろします。A ボタンを押してフラップを下げます。逆に X ボタンを押してフラップを上げます。
今回の DCS ワールド無料で TF51 マスタングをゲームパッドで飛ばしてみたはいかがでしたでしょうか。次回はこの TF51 の計器の見方などを紹介したいと思います。また不定期ながらコンテンツを増やしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。